Traveler's Cafe。 ライフトラベラーズカフェへようこそ。松田美博です。岡奈です。はい、ということで今週も引き続きマウイにいます。はい、まずマウイに来ると、うん、まあ、一番最初にすることってどんなことか。レンタカーを借ります。はい。はい、いつものハイツで、ハーツで、ハーツでね、ハーツでね、あの飛行機、空港からもうすぐレンタカーを借りるところがあって、マウイは車がないと無理だね。どこにも行けないので、うん、まずはその車を借りる準備、調達しましょう。車を借りてから始まるんだけど、車を借りて、次も買い物だね。そうだね、買い出しだね、まずは、うん、コストコ、あっちではコスコっていうのかな、コスコだったり、あとはホールフーズとか。日本語で言うとコストコね。コストコ。向こうだ、うん、コスコ行って、うん、結構大量に買ってくるよね。なんかあの調味料いつも毎回買うよね。うん、そう、5日間くらいなんだけどね、約1週間ね、約1週間ぐらいなんだけど、うん、でもやっぱり美味しいもんね、外食もたくさんあるけれども、お家でお部屋でちょっと作って食べるのもいい時間だよね。うんうん、そう、マウイで過ごすパターンがあって、うん、ホテルに泊まるってこともすれば、うん、キッチン付きのコンドミニアムに泊まるっていうこともして、うん、大抵最初はキッチン付きのコンドミニアムに泊まるので、そう、ね、調味料とかね、うんうんうん、いるんだよね。あと場所によってマウイっていろんな、なんていうの、風景があるし、過ごし方も違うじゃない？地域によって。地域によって全然過ごし方が変わってくると思うんだけど、うん、いつもそのコンドミニアムを借りるところはキヘイって言って、うんうん、あそこはどんな街なんだろうね。あそこはでも本当にバカンスで、うん、ちょっと長めのバカンスで滞在してる人が多いんじゃないかな。ね、欧米人が多いよね。うん、日本人いないよね。あんまり見ないね。見たことない。うん、うちはホテルの方とか、あっちはどこだ、カーナパリとかの方に行くと日本人も多いけど、うん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 、キハはあんまりいないね。いないね。うん。でビーチがすごく長いビーチがいくつかあって、うん、いつもそこで、まあ、朝泳いだり、うん、あとは夕日を見たり、ね、夕方夕日を見にお散歩に行くよね、うんうん、それでご飯を作って、うん、食べて、うん、寝ると。波の音を聞きながら寝ると。あ、そうそう、コンドミニアムはどれぐらい離れてるかな、ビーチから。でも 200-300m は離れてるけど、うん、波の音は聞こえるもんね。聞こえる聞こえる、うんうん、いい夜になるね、やっぱり波の音がして、うんうん、この間はそうめんを作りました。はい、マウイでそうめん。そうそう、なんかそうめん暑いからさ。暑かったね。そうめんを食べたくなって、うん、そうめんを買って、うん、あとね、なんていうの、ビッグマッシュルーム、なんていうんだっけ、名前忘れちゃった。マッシュルームっていうと、うん、ちっちゃいじゃんね、3センチぐらい直径と思うんだけど、うん、この間買ったビッグマッシュルームは10何センチある。おせんべいよりでっかい、大きいね。でそれを焼いて、うん、ステーキにして食べたり、うん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 、あとサラダをこの間作ったのは、うん、味噌バターソース、うん、味噌がね、うん、マウイで、そう、なんか調達できるんですよ。マウイでお味噌を作ってる人たちがいてね、うんうんうん、それはすっごい美味しい。手作りのね、お味噌すっごい美味しい。そのまま食べても本当に美味しい、うんうん、でそれでその味噌ね、いつも買いにファーマーズマーケットにね、うん、買いに行くんだけど、うんうん、でそんな風に、
らすように過ごしてるかな。そうだね、まあ、それを大切にしてなんか、まあ、過ごしてるかな、マウイは特に。そうだね、なんか、うん、まあ、何回も行ってるっていうのもあるけど、あんまりこう観光に行こうっていうのはなくて、うん、本当に自然と触れ合いながら、うん、暮らしている、うん、地元のスーパーに行き、うん、地元のレストランやあの食事どころに行って、うん、また来ましたなんて言ってね。あ、そうだねなんかよくもう何度も来てるから、お、帰ってきたのみたいな感じでね。そうそうそう、なんか嬉しいね、うん、あとは人に会ったりもするね。友達に会ったりね、うん、そう、結構いろんな友達がマウイは、うんうん、各地にいるので、いるので、久しぶりに会ってみるとまた面白い展開をしてたりとか、うん、活動してたりとか、うんうん、でマウイにもねすごくいいものがたくさんあるから、そのマウイのものを、うん、日本に届けるっていうことも若菜はしてるのね。そうそうそう、いくつかねあるんだけれども、うん、その中でも、まあ、前回にの話でも出た、うん、マウイマリオーシャンジュエリー、うんうんうん、こちらもね、ご縁のある方に、国内海外でも、まあ、販売させていただいてるんですけれども、うん、もう本当にあれはもう大人気っていうか、うん、なんだろうね、買ってくれた方が本当に生き物のように大切にしてつけてくれる。うちの子はうちの子はってその販売会に僕もお手伝いに行くと、うちの子はって言ってるんだけど、うん、うちの子ってジュエリーのことなんでしょ。そうなのそうそうねでもやっぱりすごくエネルギーが高いと思うし、うん、マウイのね愛の本当にそういったエナジーがたくさん込められている、うんうん、ジュエリーなので、うん、本当になんかとても皆さん癒されて、うん、元気をもらってるみたいですよ、うん、では今日はマリさんにマウイマリオーシャンジュエリーが生まれた話を聞こうと思います、うん、はい、そもそもそのジュエリーが生まれたきっかけってどういう。知りたい。ジュエリーも私それでこっちで結局知り合って結婚しましたよね、うん、で結婚してその人は陶芸をやる人だった、うん、で毎日毎日私絵付けをやってて、うん、だから、まあ、作るのとかはすごいだから好きだったんですけど、うんうんうん、とにかくねビーズホリックでビーズを買うのが大好きなのと、うん、あと貝を拾うのが大好きで、どこに行っても。ね、インドネシア行ってもハワイに来ても日本でも桜貝とか、もうとにかくビーズとかサンゴとかを集めるのが大好きで、うんうんうん、もう家にいっぱいあったんですよ、うん、それが。でもこんなにいっぱいあってもどうしようかなと思ってじゃあやっぱりで、なんだかんだ自分用にちょっとヒッピーっぽいような、うん、ネックレスとかを作ってたら、うん、ちょうど友達がここのパン屋の街で、うん、ギャラリーオープンするから、うん、はい、置いてあげるわよって言われて、あ、本当にって言って置いたら、うん、あ、今週1個売れたわよ、次の週も2個売れたわよって言われて、すごい、って言って、私が作ったの買ってくれるんだみたいな。それが始まりで、じゃあちょっとなんかじゃあこんなのも作りたくなったかもと思って、どん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 なんか作ってたのが、じゃあ最初は自分のために作ってて、そうです、うん、それをたまたまお店に友達が置いてもらったら売れてってっていう感じなんだよね、うんうんうん、どのタイミングでそのブランドっていうか、マウイマリオーシャンジュエリーっていう名前がついたの。マウイマリオーシャンジュエリーの名前ですか。そう、ブランド、ブランド、今もうブランドになってるじゃないですか。う、うん、もう最初からその名前でそのタグつけて売ってたんですか。うん、一応もうマウイマリが、そうなんだ、私の E メールアドレスで。あー、なるほどなんかあんまり何も考えず、あ、それがね、もうブランドになったんだね。そうですか。すごいね。だから なんかだから今も割と、うん、新しく、じゃあカジュアルラインはなんとか、うん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 、なんとかはなんとかっていう風なのもあんまり深く考えると考えすぎちゃうから一
一つのカジュアルラインは今度始めるんですけど、うん、サニーってうちの娘の名前でサニーバイマウイマリとか、ああ面白い、あとちょっとタヒチアンパールがいっぱいなのは、うん、あっちのこの花の綺麗な景色プラス、うん、うちの娘の名前で、うん、花バイマウイマリとか、おあんまりそんなになんか本当に感覚の人間なんで、うん、そんな感じが大事なんだね。でもそのマウイマリオーシャンジュエリーを僕たち日本でね、うん、こう手にする人たちとたくさん会うんだけど、すごいみんな喜んでくれるよね。いろんなメッセージがすごい届いて、例えば、すごいなんかこう一緒に届いて、あなんか買いに直接ね来れない方が、まあ、私がピックアップして、うん、出せてもらった方が何人かいるんだけど、もう届いたその日からもうすごく優しいエネルギーが伝わってきて、ずっと一緒に朝までそば、うん、ベッドのそばにいて、本当に私結構多いですよ私そういうメール、ありがとうございます、うん、すごいそれ嬉しい、みんなそんな感じなの。なんかもうつけてったらすごくこうなんか心がすごくワクワクして癒されて、なんかすごくキラキラしてきたとか、あとなんか本当に、まあ、天然石じゃないですか全部、だから本当に生きてるものだって私は感じてて、だからもうする人によって本当に石の色も変わるし、なんかもう輝きが変わっていったりするので、それをなんかそれぞれが感じて、なんかすごく大切に、なんか相棒みたいにね大切にしてくれてる、みんな本当にそう、本当にね、そのジュエリーをデザインするときに、なんかこうどういうことを意識してデザインしてるんですか、意識せずにデザインしてるんですか。一番自分が好きなのが最初、自分がやっぱりつけたいものから始まって、なるほど、ね、そこがここが重要ですね、やっぱり、そうですね、うん、さっきね水着もそうだし、じゃあ今度はこういうデザインのつけたいなとかっていうのがどん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 出てくるような感じ、出てくる感じ。インスピレーションとかはどこで、でも本当にそれは本当ここの自然、マウイの自然、本当に自然、こうなん例えば潜った時に、こっちのコーラルって割と黄色いのが多かったりするんです、黄色と白とここのなんか、なるほど、ね、波のからこう何光が入った時のとか、あこういう色合い綺麗かもってね、でも昨日、数日前にマウイでそのジュエリーをね、見せた時にある方が、まあ、マウイの虹を見た後だったの、その日夕方虹が出て、それを見てから夜過ごしてたんだけど、あこれマウイの虹と同じ色だっていう感じのジュエリーを見て、多分でも日本にいたらね、そういう感覚では見なかったと思うんだよね、その人が、綺麗な色合いだねっていう感じが、そうだね、本当にマウイの虹だって言って共感してもらえたって感じ、エネルギーをふわっとなんか受け取ってて、ね、だからまさにこうマウイの自然がね、そうだね、やっぱり元気になるじゃないですか、ここにいると元気になる、ね、なんかちょっと風強いな今日は雨だと思いながらもでも絶対なんか違いますよね、やっぱり風のカラッとした感じとか、だからなんかそういうのをなんかこう思ってくれればいいなって感じ、すごく感じてくれてますね。あとやっぱり机の上で考えてても出ないね、そのデザインとかアイデアって、本当だね、だから、まあ、ここはねマウイだったら自然がいっぱいだから自然にたくさん触れてみるとかっていうことの中でどんどん生まれてくるんですね、そうですね、そうかもしれないですね。でやっぱりだから目がすごいなんか訓練されてくると、なんか綺麗な色に対して、色合いに対して、確かにそうかもね、全ての色が濃いよね、自然のグリーンにしても葉っぱの色にしても、なんかすごく心に残るというか、でもすごいその広がってるじゃないですか、そのマウマリオーシャンジュエリーはね、その広がってるのはなぜだと思いますか、ね、どんどんねいろんな人がしてくれてさ、いや私でも今回初めて、東
京のイベントに参加させていただいてて、うんうん、お客様がこんだけいるのを初めて知ったっていうか、どれだけ私、まあ、本当にマウイの田舎でそれこそもうなんか馬とか見ながらジュエリーとか作ってるからなんか皆さんでも東京とかでイベントした時になんかたくさんつけてきてくださったりとか、一人のお客様なんてまたダブらないようにとか言ってこんな袋にいっぱい持ってきてくださったりとか、私全然知らなかったから。どのぐらい広がってるかっていうと、僕たちあの例えば山手線乗るじゃないですか、はい、そうすると隣に立ってる人がつけてるんです。本当ですか？びっくりしたよ、この間。本当ですか？これってね、なかなかない。普通の OL さんなんだけど、うん、もう洋服は本当に、まあ、日本の OL さんなんですけど、うん、腕だけね、なんかこう、あれなんかちょっと見たら、これ何回かあったよね。本当にですか？1回じゃなくて、そう、その前もあった。あったっけ？そう。ありがたい、本当に。おーとかね、うん、なんかちょっと、自分たち作ってるわけじゃないのに、なんかすごい喜んじゃって。本当にですか？それすごい。すごい、ね、こんな見るみたいな。びっくりします、それは。でもなんでこう広まってるここまで。でもなんか元気になるからじゃないですかね。なんかつけると元気になるし、やっぱりジュエリーってちょっとこう女度が上がりますよ、ね、なんかちょっとつけると、あ、なんか今日はいい気がするみたいな、ちょっとそれのお手伝いができてるのかな。じゃあ何がって言われてもわからないですけど、作ってる人はもうただ好きで作ってるから、そこはわからないですよね。でもなんかそのよくね、うん、何か物を作ったり、うん、何かこう自分の商品を売ったりしてる人は、うん、もっともっとねそれがこう広まったらいいなってみんな思ってると思うんですよね、うん、でもうまくいく人もいれば、うん、うまくいかない人もいて、うん、そういう違いがね、抜こうかなっていうところを見つけたいなと思うんだけどね。結構ほら、道端ジェシカちゃんがすごいつけて、うん、インスタとかにも上げてたりとか、その花野ちゃんもそうかもしれないし、なんかそこ、その例えばジェシカちゃんたちの出会いってどういう流れで。それこそですね、マッキさんっていう、マキコニクソンさんっていう、モアフのコーディネーターの方がいて、で彼女とあとなんか佐々木恵子さんとかいろんな方たちがちょうどパイヤに、あの取材でいらしてたんですよ。でその時に私ここ あのレターテっていう水着のところ、うん、レターテっていう水着屋さんで、彼女もプロのウィンドサーファーから始まって水着を立ち上げた方なんですけど、そこのお店に置かさせていただいてたら、たまたま電話がかかってきて、今ね日本のメディアの人たちが来てね、マリのジュエリーごっそり買ってったから、あの商品なくなっちゃったから、持ってきてくれないって言われて、あ、分かりましたって持ってくなんて言って、ちょうどまたそれを補充に行った時にマキさんたちがまだ取材のお仕事中 でそこでこんにちはって初めてお会いしたのが、でもそうですね、面白いきっかけだね。そう、本当になんかで、マキさんがいろいろ紹介してくださったりとか、でそれを通してだからジェシカちゃんとか、でジェシカちゃんはで、それこそプライベートにマウイとか来るようにもなったりして、一緒にヨガ行ったりとか、なんか似合いますね。でも本当なんか偶然の出会いをこうご縁にしていくって感じ。あとはやっぱりキーパーソンに会うっていうので、なんかキーな気がする。キーパーソンに。キーパーソンに会う。まあそれ会うためには多分その感性とかにね、つながる波動っていうかね、持ってるからこそ出会ったと思うんだけど、でもそのキーパーソンに会うことで多分。そこからご縁がふわっと広がっていくっていうのもあるかもね。素晴らしい。これからはなんかどんな風な活動をしていきたいとかってもあるんですか？私もあの乳がんサバイバーなんで、9月って一応なんかそういうピンクリボンとかの、マンスなんですよ、だから2年ぐらいまだ思ってるあれでまだ行動になってないんですけど、
だから9月のピンク色のジュエリーを作って、そのピンク色を買ってくださった方はあのピンクリボンに寄付するとか、それはしてみたいなと思って。そうだね、それぐらいかな。あとは本当に地味にコツコツと好きなものを作り続けると、自分らしくいいですね。でもマウイにいるからこそ自分のペースでできるのかもね。そうだと思います。そうかもね。またこれがオアフに住んでたらきっとまた違うのかもね。だからすごいマウイってジュエリー作る方多いんですよ。あ、そうなんですか。そうなんだ。だからやっぱりなんかやっぱりなんかインスパイアされるもの多いんじゃないですか。なんか前話聞いた時に、そんなにこうどんどん広めていくっていうよりは、なんかこう、自分のペースっていうか言ってたを大切にしたいって言ったような気がするんですけど、例えば日本でも、需要があるんであればどんどんこう店舗を出したりして ね、やっていけば広がってもいいぐらいかなと思ってるんですけど、その辺のなんかこうポリシーっていうのはあるんですか。パンクしない。大事だ。ね、なんかね、あんまりこう動かされちゃうのも嫌だし、やっぱり自分はまあね、子供もまだあれだし、自分の生活も大切にしていかないと、それこそ本当にあの海とか入んないと私結構イライラしてきたりとかするので、面白い。だからよかったよ、波とか言われちゃうとすごい、あ、もうすごい落ち込んだりするんで、やっぱりそういうのがなくなってくると絶対作りたいものがなくなってくるから。なるほど、大事だね。そしたらそもそも作れなくなっちゃうんですね。作れなくなると思います。だからなんか、ね、なんか体にいいもんここで食べて、海入って、ね、でそしたらなんかみんなが好きなものが作れるのかな、と思います。誰が作るかっていうのがすごく重要で、あと誰がどんな状態で作るかね。そうそうそう、どんな状態で作るかっていうのが大事だね。いや、いい話だったね。そうだね。ミヒは今回の話でどんなところが心に残った？ずっと貝拾ってたっていうところそこだって家中貝とビーズだらけだったって。ねえ、ビーズホリックって本当好きなんだね。本当好きだったのね。そう、まあ、今回の話聞いてもそうだけど、あの毎回会うたびに本当に好きだなって感じで話するもんね。あのビーズの話とかさ、あ、石とかね、貝とかね。そうね、なんか、ただ自分が好きなこと、楽しいことを夢中でしてたら、なんかそれがみんなに喜んでもらえる形になってったって感じの流れだよね。そうだね、本当自然な流れ。普通はさ、なんかこうビジネスだと、どういうマーケットがあって、そこで商品を作ったら儲かるのかどうかとか広がるかどうかとかを考えてやるっていうのが、まあ、なんていうのかな、いわゆるビジネスの作り方の基礎みたいな感じなんだけど、マーケットなんかどうでもよくて、もうとりあえず好きなんだよねっていう、でいっぱいあるから作っちゃおうかなって、で作って、で友達にせっかくだから置いてもらおうかなっていう流れだもんね。そしたら売れ一つ二つ売れてったってね、そこからこれだけ、ね、展開することになるっていうのはやっぱりすごいよね。まあ、だからやっぱりなんかこうマーケットも大事だけど、自分からこう生まれてくるものっていうか、自分が好きなものをビジネスにするのがやっぱり大事なのかね。本当だね。なんかみんなやっぱりなんかすごく好きなことをしてる人が売ってるものとか出してくれるものって
ものすごくワクワクするよね。なんかそれは食事でも何でもそうなんだけど、気持ちよくなる。そう、気持ちよくなるし、うん、なんか芯から元気になるっていう感じ、うんうんうん、だからやっぱりあの自分の子のように、うん、あのジュエリーをさ、ね、みんなそれだけこう、うちの子うちの子ってエネルギーを、そうだね、あのエネルギーが入ってるんだろうな。うん、あとはなんか僕がね、あの、うん、心に残ってるのは、うんうん、なんかビジネスよりも、うん、自分の生活を大切にしたいっていうふうに言ってて、うんうん、でやっぱりさ、あそこまで売れてくると多分いろんな人からオファーがあると思うんだけど、うん、もっと作ってとか、うん、もっと店舗を増やしてとか、うん、もっともっとってなるでしょ、うんうんうん、もうこれも自然な、まあ、流れだとは思うんだけども、うん、でもそうすると、うん、海に入れなくなって、うん、入れないとイライラして、うん、作りたいものがそもそもなくなってしまうっていうのが結構僕としては、まあ、衝撃というか、うんうんうん、まあ、そうかっていう、うん、こうなんかすごい腑に落ちたんだよね。だからビジネスが最初じゃなくてライフスタイルがあってその次にビジネスっていう感じの、うん、捉え方が大事なんだろうね、まね、この自然なこの生き方、マリさんのね生き方というか、うんうん、仕事の仕方というか、うん、それをする上で大切なこと、うんうん、でもなんかちょっと前だ と、うん、例えばじゃあ売り上げを上げるために商品を作んなきゃ、うん、まあ、そこでは少しぐらいね、うん、やっぱり自分も我慢して仕事をするっていうのも、うんうん、まあ、普通かなと思っててね前ね、うんうんうん、でもここまでマリさんみたいに潔く、いやもう海に入らないとイライラするからもうできませんっていうところがすごくね爽快でよかった。爽快だね、爽やかに本当に生きてらっしゃるね、うん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 、だからこそなんかこれから、まあ、自分でビジネスやりたいとかもうすでにやってるっていう人たちは、まあ、働くことも大事だけど先にライフスタイルを考えてみる。そうね、うん、自分が何が好きでどんなことが好きで、うん、どんなことを大切にしたいかっていうのをまず最初に考えてみるっていうのは大事かもね。うん、うん、そうだね、どう働きたいか、いくら収入が欲しいかよりもどう生きたいか。そうそうそう、うんうん、やっぱり日本だとさ、なんか仕事をが占めるその人生においてね、うん、仕事が占める量っていうのはすごく多くなると思うんだけど、うん、だからこう順番が仕事ありき、そうだよね、で仕事のこうなんていうのスケジュールで、まあ、休みを決めて、うん、その中でできることをするみたいな感じになってるじゃない、うんうん、でも、まあ、より本質的な生き方としては仕事よりもライフスタイルを先に、うん、考えてみるっていうこともぜひね、これを聞いてる視聴者の方もしてみるといいかもしれませんね、うん、はい、では今日の魔法の質問をどうぞ。はい、今日の魔法の質問は、生み出す源は何ですか。生み出す源は何ですか。ぜひこう、まあ、マリさんはね、海に入ることが自分のね生み出す源って、うん、話をしていましたが、皆さんの生み出す源を考えてみていただければと思います、はい、ちなみに若菜の生み出す源は何ですか。美味しいものを食べる。あ確かにまあ大事だね、美味しいものね、はい、うん、僕は何だろうな、僕もでも海かな、うん、海と温泉。あ水だね。本当になんか水の中によくいるよね。海もね潜るし、うん、温泉も潜る。本当あれね危険ですよまあでもそれ、海に触れれば入れば入るほど、温泉に入れば入るほど、うんうんうん、もうどんどんね新しいアイデアが出てきて、そう、ね、で元気になるもんね。元気、見た目でも全然こう5歳ぐらい若返るよね
まあこんな風に皆さんの生み出す源は何か、まあ、そんな話題も身近な人としてみていただけたら嬉しいなと思います。来週はなんとですね、マリさんから僕たちに質問してくれるということで、楽しみにしています。では良い週末を。Life Travelers Cafe.